えっとボビーアト,、えー、トレザーのアトリエからですねライブでお届けしておりますで、えー、今日はまあちょっと大阪もちょっと曇り空ですけどねもう春ももうね近いなと思ってですねもう桜も咲いてきてるんじゃないでしょうかねなんかいろいろ聞きますけどね、えー、まあほとんどここの空間から出て出ていないんでですねこの暗い ね、真っ暗な <laughs> 世界でいますんで、えー、レーザー黒いそれも黒いレーザーと向き合ってますんでね <laughs>、えー、ほとんど、まあ、あの外の状況はね、えー、なかなかわからないんですけどね、まあえー、春はあ近いかなと思いますねなんかあ、まあ、今日は、えー、木曜日ということですね1、えー、週間早いな思いながら <laughs>、えー、今日はね、えー、レーザーハットバッドボイスタイプ ね、何度かあこのねバッドボールスタイプのこのね、えー、レーザーハットについてですねたくさんお話ししてきたような気がしますで、まあ、あの今回ね、まあ、どういう切り口でいこうかなと思っても、まあ、特にそんなに <laughs> 深くは考えてないですけどね、えー、まね、あ、これがね、まあ、誕生したきっかけもそうですし まあ、あといろいろ作らせてもらった中でまあ、まあ、去年1年、えー、中で、えーまあ、制作させてもらったあものをね、えー、ちょっとご紹介しようかなと思います。ねえっ、ー、とまあブログの記事にねいろいろまとめてますんでね、えー、動画もそうですし、えー、スライドショーかなほとんどスライドショーとかその辺も、ね、あの概要欄の方にね、えー、貼ってますんでね、えー、全部、えー、ぜひね、えー、メイキングも含め ク、えー、クリックしてもらえればなと思います、えー、かなりの読み応えはあると思いますよ。<laughs> で、えー、まあ,あこの「Bad、え、Boris、ー」ボリスねもともと「Boris」っていうタイプを何年前5年56年,年,年前かなにリリースしてそこからあまあいろいろちょっとこう,いうこういうタイプの感じとはまた違う形のねさっきのお見せしたような感じなんですけども。 でまああのもっと強烈な悪が強い感じで、えー、バッドボリスというのをあのリリースしたんですけどもでやっぱりね、あのー、やっぱスタイルっていうかあのこうパッチワークねレザーのパッチワークをついてるせいがですねあっ溝口さん今日は久しぶりにライブで見てますありがとう <laughs> ゆっくり見てあのお付き合いくださいでね、えー、まああのバッドボリスの 見てくださってる方っていうか、まあ見つけてくださる方ね、もうほとんどの方があねいろいろ聞いたら、えー、Google 検索でね、えー、<laughs> なんか、えー、見つけてくれるみたいなね。で、まあロックミュージシャンで,ですね、えー、ギタリストで DJ 足場さんっていうね、えー、まあブガンザンドローゼスのジゴ言ってたかな。僕はそのまえねあの。 詳しいことはちょっと述べられませんけどもあ,のまあそういう方のテイストにまあ通じるもんがあどこもあるようでねやっぱりで僕もいろいろ見てみたら「分かるわかる」いう感じで <laughs> あまたあのまあ似てひなりなんですけどもうんあのそういう方がグあッのあのとこうなんていうんですかあの響いてくれるっていうのはあ分かるなと思ってやっぱり僕も。 おボビアズレザーもですね、あのーまあ、こういうパッチワークのみたいなもともとね、えー、ずっと携わってますんでね、うんえー、もうレザーのこう手仕事のねなんかこう感じとあともう天然のねその火だというかそれの構成というかね、まあ、それもまあ多少のねあ,のあれはいるんですけどね、えー、それでね、えー、作らせてもらったのはこのお、まあ、王道ですね <laughs> あのホワイトで。うん でまあこれはあのなんですかこ,ここのところはですね、えー、レーザーをですねいやあのパッチワークしてるんですね。うんでまああのー、実はこれバッテンになってね全部こう,う写真がねこう触らないから現物も今ねああのこう、ねつあのこ、ー、ねないんで写真でしかお見せできませんけどもでこれがあの何、ー、ですか片っ 片面は黒でかがっていってでそう折り返しの片面は、えー、白のね、まあ、色違いのもので、えー、かがっていくという感じでね非常に <laughs> 手間暇のかかる <laughs> うことですね、まあ、普通の例えばこういうレザー貼ってあるじゃないですか。の作る時間というか労力っていうかあはもう2倍は最低かかりますね。うんあのー 時間もそうですし、えー、構成する時間というかその一個ずつで柄っていうかそのねこの何ですか歯切れっていう言い方は僕はあんま好みじゃないけどその継ぎはぎれのね、えー、こうなってるあのパーツっていうかそれを構成するパターンっていうかねその、まあ、多少のねこれでもセンスいるんですよ。<laughs> でまあそれで、えー、こう作らせてもらいましたね、えー、まあこれここからですねあのまたあいろいろバリエーションの違う感じでねあこれはあのー、赤で、うん、赤のパターンで作っていただけますかということで,ですね、うん、なるほどなと思ってねあ赤もなかなかあいいですね黒赤ってやっぱロックな感じしますねうんあのー。 これも、お製作させてもらってあ、あの、かっこよかったなと思いますね。はい。これは、あの、ターコイズブルーです。ブラックにターコイズブルーですね。 しました多分ねこれのねもしねこれ白で白ボディ白ハットに、えー、このターコイズがあったりとかしてもおおいいかなと思うし、えー、キャメルキャメルキャメルに,メルに、えー、ターコイズもなかなか綺麗かなとも個人的には思いますね。うんまあ たままに思いますよあのトリコロールとかねいろいろなんか変わった感じであの <laughs> 構成するのも面白いかなと思って、ね、なかなかそういうふうな時をあの制作するねあのまとまった時間をね捻、えー、出するのが <laughs> あの今取れない状況なんですけどねはいえー、っとこれあこれはですねえー、あれですよあのちょっと待ってよ これさっきの白と黒のモノトーンのー、まあ、感,じは感じなんですけども実はですね、えー、違うレザーもね、えー、これ扇山口っていうとねあの今は、まあ、あの日本に <laughs> あの輸入禁止になってるんでね、あのー、輸入はできないレザーなんですけども扇、まあ、山口のおなんていうんですかおレザーとおー馬側をですね、えー、パッチワークして。 構これはこれでやっぱりこういう構成もかっこいいですね多分これがクロコダイルになってもかっこいいやろうし、うんあのー質感ね、色が一緒でも質感がちょっと変わったりとかしてたらなんかこう光の具合とかあー、うん、やっぱりこう反射の具合とかもそうですし、えー、なんかねんかそんな気がします。 あこれゴールドですねこれゴールドのはゴールドで、うん、あのー、すごく良かったですよ。うん、やっぱりあのゴージャスなっていうか、うん、けどねゴールドでも派手派手でもなくて青金まあ赤金青金って金でもほらよくあるでしょ青,青っぽいような金と赤金っていう、まあ、関西は割と赤金が多いんですけど、うん、まあそれは、まあ、別にあの余談ですけどね、うん、なんかほら印刷物でねあの金やかの分で。 えー、僕はもともとディスプレイの仕事と、ね、デ,データ作ったりデザインしたりしてたんで <laughs> イベントのね、うん、それでよくいろいろ作りもしたんでね、うん、これは、ねあのー、これはこれでやっぱゴールドもくどくなくて映えるしよかったですねあかっこよかったですねやっぱこれもね、うん、であのレザーのこのお全てどの部分もねあのもちろんですけどあの構成によってその何ですかあね 個個ずつ個体が違うんであのこうパチワークするねそれで違うんでそれと同時にえこういうねあのそれを構成するステッチもねあの場所ももちろん違いますしねうん,なんかそれそれでえ僕はねなんか全部個性的な感じができたかなと思いますねあとこれは思い出に残ってますねあガルーシャねあの連石絵ですよ。連石絵を1枚え使ってですね なかなか難易度の高い <laughs> あのお一つ作品になりましたね。あのなんですかこう、えー、連席中央のね、えー、こういうところを走ってるのがエイの,、A、A の,あの背骨のねところなんですけどそこのグラインダーで削多分削って、えー、白くしてるんでしょうねその黒地に染めたやつを。で、まあ、カルシウム部分なんでねあのでおりここら辺オり伏せで塗ってますしね。あの カチカッチチしね、もうあのポンチがまたねえこまあ工具ですね工具もお釈迦になりながらですね <laughs> え作ったものなんですけどねまあこれはこれでかっこよかったですねやっぱりこうそれとまあ,あの構成するステッチもですね革紐も,もお何て言うんですか紅白にうんちょっと紅白にしてみ,みたいなということで。 うんまあえまあ、実際はこれエンジ色のレッドなんですけどねとホワイトと白の,皮白の皮はですねこれはあのなめ白なめしかなあまあまあ高級,高級なっていうか紐 <laughs> <laughs> にするにはちょっともったいないようなあれなんですけどね、うん、その白なめしのレザーを使ってね。 これはですね、まあ、見る角度もよってもそれこそあの海の、ね、レーザーの海のジュエリーって言われているようなあ、ねまあ、あの本当に、えー、美しくてまあまあそのちょっとレアな感じですねあの普通のエイの川とはちょっとワンランクツーランク上なんでね、うん、で後ろから見たらこんな感じですね、まあ、ずっとだから一直線でこう通ってるわけですね。うん なかなかあのー、いい感じでかっこよくね構成できましたね。これはね僕も制作させてもらってやっぱかっこいいなと思って一回作って,み作っては見たいなっていう気持ちはやっぱある,あるけどねさすがに、あのー、なかなかね、あのーままあ、値,段値段も張るし、えー、制作するのもね、うん、本気度が。<laughs> ねだから これは作らせてもらってうんあの本当に思い出深い作品の一つになりましたね。ねそんな感じでね <laughs> あの本当にねあの美しかったですようんあの天然のねレーザーのあのなんでねまああのもしねあのこういう感じでなんかこうバッドボリスタイプをねえ 気になっている方とかね、あのいてましたらね、あの全然気軽にあのメールでもね、お問い合わせ、えー、していただければなと思います。ね、本当にね、あのすごいロッ,ロックな感じがしますね。か,かといってあのね、あの,、ね、あの被ってくれている方がバンドで、えー、なんかしてる方ばっかりでもないですし、やっぱりあの普段ねの暮らしの中にでさっきのねあのハットも、えー、取り込んでますんでね、取り込んでいただいてますんでね。 うんあの溶け込んでもらってますんでねあの普段着に使っていただいている感じですねうんあのー、なんかこう派手なようには見えるけどそうでもなくてもう程よいワンポイントっていうかうんその人らしさを、うん、やっぱり引き出してもらえるなもらえるようなものをですね、えー、僕の中で僕なりにボビーアドレザーなりに、えー、ねえ、えー、考えて、えー お届けしてますんでね、うん、今もまあ作品を今まあ,あハットは今はあれかな作ってないけどおディアスキンの関係のばっかり、ね、今あ毎日れれれ連日制作させてもらってますけどね、えー、一つが完成するまでがねとてもおじ時間がかかるものなのでね、うんあのー、ずっと待っていただいてる方があ多いんで、あのー、多くいますけどね。うん けどねえー、それをね楽しみに、えー、してもらえればなと思いますし待って頂い,いてる間ね,、うんまあ、ね既製品のものやったらねあのあの別にわざわざあの、ね、あの多分僕 <laughs> あのボビアズレザーの方には来ないと思いますし、うん、やっぱりこうおなんかこう人生のい一度の人生の中でね、えー、こだわりのあるものをね えー、持ちたいなっていう方とかね多いですしやっぱりこういろんな意見があの声を聞かせてもらったんですけどもやっぱり僕らぐらいの年齢っていうか、まあ、40を超えて、まあ、50代ですけどもやっぱこう昔いろいろコレクションをしてきたりとかしたけどもおやっぱり一つのものを長く、あのー、育てていくっていうかあ愛着持って、えー、なんかこう向き合いたいというかね。うん まあ、そういう感じのし考えになる方もすごく多くてそれでまあ,あのそういう思いもあってあのボビーア・トレーザーの方にねお問い合わせいただいたりとかあお越しいただいアトリエにねお越しいただいたりとかねそういう方も非常に、えー、何かね言、えー、いますねまあ大人の方がもちろん多いですね。うん、あと ね、あのホームページを見て、えー、過去にねあの若い,い,いねあのアーティストの方とかねチラッとねあの立ち寄っていただいてね、うん「なんかバンドやってるんですよ」とか言って「あそうですか」ってねやっぱこういろんな方にね見てもらったりとかして、うん、なんかそういうなんかこう今までは あ出会うことがなかったような、ね、感じの方とおーホームページとかを通してねご縁をいただいて本当にねあのよかったなと思いますね。まああのー、今日はああねっ溝、えー、口さんこうやってね「つぎはぎ感が最高!」ってありがとうございます。ねこういう感じでね、えー、コメントも頂い,いて本当に、えー、あのライブ配信やしててよかったなと思いますね。うんまあほんでまあ この間からもうちょっと200回超えてからお話ししてきたようにですね、えー、まあこの3月目でね、えー、なんかこうちょっとリニューアルしたいなと思ってあのこうちょっとこう春に向けて、うんあのー、ちょっとこう構成をあのまた変えていきたいなと思ってます Facebook、えーまあ、ライブはまあ不定期になると思いますけどもね、うん、あのまたこう、えー、なんかおタイミングが合えば ね、ちょこっとね次203とか、うん、<laughs> そんな感じで、えー、と思いますしあと、まあ、僕の中で気になっているのがあインスタライブをねなんかちょっとやってみたいな今ずっとありますねなんかやってる方も結構おねあの、まあ、ほ他の業界の方ですけどもねほとんどねあのたまにお見かけしますし、えー、まあ何ていうのこういうかしこまった感じなしに、えー、どう言ったらいいのかな 例え,ば例えば、ま,あ、まだ白紙ですよ、えーっとまあ、スマホでもできるらしい、まあ、スマホは基本なんでしょうね、スマホで,かでこう置いて、えー、僕がですね、あのアトリエで制作しているところをです、ねえー、しゃ喋りながら、なんかい <laughs> うもそういうふうなやったらか、インスタとかやったら、なんかこう気、気軽な感じでいけるかなと思ってね、フェイスブックやったら、ほらこう、こうね、番組になるじゃないですか。 あとねあの YouTube もねあのライブ配信になるか多分ライブ配信になると思いますけど YouTube でもいいかなと思ってやってみるものをそろそろうんあのいいかなと思うんですけどいかがでしょうかねうんあのまだねあのなんかあのご意見があればあお聞かせいただければなと思いますしね。まああの、うん どういう感じに番組の構成になるか今またこれからやりながらやりながらこうねあの少しずつ改善していければなと思いますしあのこのフェイスブックライブもおいろいろかね改善しながらですねちょっと気が付いたきにちょっとずつちょっとずつこう で写真をこういあのうんですかこうやって写真をねこうやってつけていったりとかあの動画を流してみたりいいのとね、うん、なんかあの一つずつやっていったり、ね、あのこういうマイクとかあの機材とかをね使ったりこうデジカメで、えー、を使ってですねこういう感じで、えー、対話を、ね、あのするように。 まあね、たった一人の方と対話する気持ちで僕はあいつもね皆さんというよりもね、えー、そういう感じで、えー、ずっと、あのー、やってます作品作る作品のオーダーもそうですけどねもう、あのー、お一人の方じゃないですかあの作ってる時間っていうのはそのお一人の方の,の,のことをこ対話しながらっていうか、うん、のことを思いながら制作してますんでね。うん でその合間に、えー、こういう配信をさせてもらったりとか、うん、あのなかなかね、えー、時間を練習するのは <laughs> あの上手な方ではないんでね、えー、まあ,あのお聞き苦しい面もあ,りあると思いますよ、うん、配信でねあの僕もそんなふ、えー、普段人前で、えーね、こうあのセミナーみたいなのを話すような。 でもないし <laughs> でまあ,あのそういう感じでまあ Facebook のこの、ね、ラ,ライブはあまあちょっと不定期にはなると思うんですけども、うん、まあ、えー、こんな感じでねクッ、えー、とゲリラ的になると思いますけどね、まあ、だいたいこれぐらいの時間になると思いますけど、うん、なんかこういうことをお知らせしたいなとかあ今こんな感じですっていうことをねまご挨拶っていうか。 そういうい感じでまあそれはまたあの、えー、予告しようかなと思いますし <laughs> 予告言ったらかですけどお知らせ、うん、あとまああ,、まあ、あのねこ、まあ、今年2021年の3月31日ね3月33日はですね、えー、非常に何かをスタートするには非常にいい日なんですって年に3回ぐらいある中のめちゃくちゃいい日らしいですね。 一流万倍日と虎の日とかもろもろね、えー、3つぐらい重なるそうですわあの僕の僕もあの <laughs> あの財布の一番下ろしたいい日っていうにブログ記事に全部その年間のやつを僕調べてそうですね、えー、貼ってますんでね、まあ、それを自分でも見ないかな思いながらうん。 そういう日にまずスタートするっていうのが今のところ目標ですね。それもクラブハウスはロックとファッション使い方が英語ばっかりなんで分からへんけど一回,一回チャレンジしてみようかなと思いますしインスタライブもどっかの間ひょこっとやってみようかなと思いますし、うんね、なんかそんな感じで <laughs> 続けてなんか新しいこと4月に向けてね。うん あのそういうふうな感じでなんかねや,やる人は一緒ですけどね、うん、こういうスタイルはそんなに変わらないと思いますけど、うん、なんかこう緩やかに、えー、なんかこう新しくできればなと思います。でまだあのあれですよ外に出,た出,て出てる時はあのまだこう,こう感じで、えー、突然ね 配信するかもしれませんしまあ、その辺はもう新し付きボスと思いながらですね、えー、<laughs> 楽しみにしていただければなと思いますはい、そんな感じで、えー、今日はですね、えー、レザーハットバッドボイルスタイプのねお話をさせていただきました、えー、それではまた、えー、素敵なね、えー、週末花木ね僕らもこの花木って言ったけどね、えー、週末にかけてですね、えー、素敵な 一夜をお過ごしくださいそれからまたお会いできる日を楽しみにしておりますボビーでしたじゃあねバイ